第3項始めていきます。前回は、えっと、ジョルジンの音楽観やこだわり、アイディアの発想など、ジョルジンの代表曲を例にお話をしました。この第3項では、実際に楽曲を作る流れをざっくり説明しようと思います。いいですね。あの、あくまでざっくり説明なので、この段階で、え、派手な派手な派手なっても大丈夫です。 大まかな流れを掴んでいただきたいので、各要所要所の詳しい解説は、この後しっかりやりますので、この第3項では、どういうことどういうことっていうふうにつまずいちゃっても大丈夫なので、とりあえず、さらさらさらっと流れをね、説明していきます。で、えっと、まずゼロから出発する着想、つまりアイディアの出発地点、発生なんだけど、 えっとね、これはね、毎校前校前でも、えっと、説明した通り、多くの作品のインプットの中でね、こう、ビビビッと来たもの、直感的に、あ、これ曲にしたいって、えっと、感じたものが、えー、多いですと。ネバーランドなんかは、ピーターパンの間引き説にビビビッと来て面白いって思ったけど、 でもね、ジョルジンならもっとダークに、もっとセンセーショナルに、残虐にやってやるぜって、って感じの最初は割とね、ノリで決めますね。そう、直感で、全然大丈夫です。制作にね、もう進んでから途中でどうにも曲にならないな、これ面白くならないなって思って、没にしたものも割と多いんで、それぐらいね、軽く考えてダメになったらもうダメでいいので、えっと、第一の着想はね、割と、 ノリでいいって思ったらもうアイデアがね浮かんだら深く考えずにすぐ制作に進みます。深く考えたらねダメです。勢いとノリが大切です。でね、これもね、前校、前校でもね、言っている、やたらね、常時ノリをしてくる理由がね、ちゃんとあってと、ね、逆に深く考えた結果どうなるかっていうとね、やらないっていう選択肢になるの。 ね、いろいろ考えた結果、今はまだその時ではないというね、謎の悟りに入っちゃうから、はい、深く考えるのはもうやめましょう。いつやるのってやつですね。今でしょうね。それでは、えっと、具体的に何から入るかは曲によってね、変わるんだけど、えっと、つまり、ね、歌詞からとか、メロディーから、え、オ、OK、ケから、後ろの楽曲からとか、 なんだけど、今回の講座で作っていく曲に関してはまずはねどどんがっつり歌詞となる物語部分の作り込みから始めていきたいと思います。えー、まず一番大事なのは歌詞となる物語が童話などのモチーフであろうが完全オリジナルの物語であろうがクライマックスをね最初に決めておくっていうこと。 これがめちゃくちゃゃく大事です割とねシナリオとかお話を作ろうとする時に世界観設定がこう浮かんできたり主人公がこんな感じでステータスこんな感じでとかに浮かぶじゃんいろいろとこう親を殺された過去があってとか生き別れた双子がとか。 幼なじみがとか、そんないろいろ設定とか世界観ばっかりね、膨らませて、見切り発車であの序章とか書き始めちゃうのね、冒頭。から、割とね、かっちり書き始めようとするのよ。そういうね、方々をね、今まで結構ね、見てきたんだけど、これはね、絶対やってはいけません。初めからね、かっちりした設定と世界観のもとで書こうとするとね、一番描きたかった、見せたかったシーンに行く前に、開きます。 で飽きずに根気よく描けたとしても初めからかっちり描きすぎてクライマックスにたどり着く頃にはね当初思い描いてたものとかなりかけ離れた内容になってしまってうまくねストーリーの締めくくりが描けずに結果として何だか何を言いたかったのか表現したかったのかよくわからない作品がね出来上がってしまうっていうね結末ですね。 なので、まずはね、強烈に書きたいと見せたいと思っているクライマックスを割とね、明確に書き込みます。もう過剰書きでも何でもいいんで、ストーリー仕立てでも過剰書きでも何でもいいんで、割とね、明確に、書けば書くだけね、自分の頭の中で明確になるんで、なるべく肉付け多くしていきます。クライマックスだけをね、まずは。そしてね、シナリオは、このクライマックスを最大限引き立たせるために、 プロットっていうものを、えー、組み立てます。プロットって何ぞやっていう話なんだけど、えっとね、どういうことか、えー。まずね、クライマックスが割とね、かっちり決まったら、そうだな、分かりやすく例を出すと、クライマックスは、主人公の少女が真犯人の存在を突き止めてしまった瞬間。おかしいわ、ウェンディ。弟たちって何彼の影あなたね、ジョンぐサさり これですねこれが例えばでねクライマックスこれが描きたいこのシーンが描きたいでこの段階ではねまだぼんやりとしていいんでイントロ A メロ B メロサビっていうまあお約束の形があるじゃん楽曲っていうのはでこれをプロットに分ける要するにイントロプロット A メロプロット B メロプロットサビプロットっていう風に区切りを分けますこんな風にねで クライマックスっていうのはもちろんサビに振り分けたいのでうまくね劇的に見せるためにまずはどういうことかというとイントロ主人公の紹介不穏な空気ネバーランドでの違和感に気づき手記を書き始めるそれが遺書となって、まあ、結果的になってしまうとね静かに不気味に不穏な物語の幕開け という、まあ、こんな感じで綴ってみるのよこう、イントロは。で、イントロで視聴者をぐぐっと引き込む、この物語の設定とかがを主に説明していって。で、A メロ。主要人物の紹介、えー、主人公が置かれている状況、物語の始まり始まりとね。その主人公が置かれている状況説明だね。B メロ。どどん。 謎解きのヒントのちりばめ、手がかり、伏線を張る、ミスリードを仕掛けたりとか、視聴者は物語に、ね、引き込む展開を心がけた内容にしていくと、すべてこれらは劇的なクライマックスを見せるために、このように作ってますっていうことね、大事なのは。はい。で、こんな感じに、プロットを徐々に組み立てていって、そしてどんどんこれにね、肉付けしていくわけだね。ここ さらっと今、イントロ A メロ、B メロでクライマックスのサビってなったら、どん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 じゃあイントロさらに肉付けしていって、もうちょいこう、なんか情景とかもね、うん、多分机の上でこう書いてる様子とかインクがここにあって、手前にあって、書いてるのはなんか多分羽ペンとか、そういうなんかレトロなペンで、椅子はどういう形かとか、かなり具体的に描いてって、A メロでは主要人物の紹介、つまり、この、 クライマックスを見せるために絞った人物、あまりにいろんな人物を出しすぎちゃうとわけわかんなくなるから、最低限必要な人物ってのは、もちろん主人公だったり、ピーター・パンだったり、影のだったり、キンクだったりとか、もうあの辺は省ける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 っつって、主要人物をどん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 と絞っていく。で、物語が始まっていくと、で、B メロになっている時の謎時きの伏線とか、いろいろと肉付けをね、とにかくすごく足していきます。 足せるだけね最終的に足したものをどんどんね、今度そぐ作業っていうのも出てくるんだけど、まずは、どんどんどん思い浮かんだ設定をね、どん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 具体的に頭の中に描いて、で、描けたら書いて、それをどんどん書き出してっていう作業をしていく感じですね。で、設定は主人公の謎解きであり、登場人物も真犯人を含めて、どんどんどん決まってきて、で、劇的なクライマックスに向かうためのミスリードとかね。 この場合で言うと、この例で言うとね、うん、ピーターが本当に犯人なのかと視聴者に思わせるっていうミスリードをしてってで、話がより深く展開していく感じもだん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 まとまってきて。